ありがとう。マイケマシェブさん、ハト、ありがとう。おはようございます。マイケマシェブさん、レインボースター、ありがとう。一木ひとさん、ゆてきちさん、ありがとうございます。おはようございます。セルジュルタンスオープン、ありがとう。また朝になりました。火曜日、火曜日、火曜日、今日、昨日、ちょっと待ってくださいね。カメラ。オッケー。テロップ入れました。あ、今日はまるまる歳の誕生日だよ。お祝いして。メタボさんは誕生日ですか？ちょっと待ってくださいね。おめでとうございます。ナナシさん、お花ありがとう。おめでとうございます。うん、お買う、ちょっとこれしか見当たらないのでこれで許してください。トナカイでいきます。ハッピーバースデーメタボさん、ハッピーバースデーメタボさん、ハッピーバースデーディアメタボさん、ハッピーバースデーメタボさん、おめでとうございます。でもこれもいいんじゃない？トナカイ、トナカイもトナカイでさ、いいね。おめでとう。いつもありがとうございます。いい一年になりますように。ねえねえ、昨日ね、昨日夜寝てたんですけど、まあリオはまだ布団も冬仕様のやつで変えてなくって、そりゃ暑いに決まってるんですけど、で変えてないし、扇風機もエアコンで、昨日ねもう暑すぎて暑すぎて、オノピーさん、トランペットありがとう。そうなんですよ、寝れなくて、でまだマーナが起きてたから暑くて寝れない、言ったらエアコンつけんさいやって言われて、寝なくて、そう、つないでもらって
エアコンつけてもらいました。つけてすぐ寝れました。でも4時間ぐらいしか寝てないです今日。そうなんですよ、寝れませんでした。そうなんですよね。ふふふまでしますね。よしこっくんさん、トランペットありがとう。今日あるので、あの夜配信はできない、できません、できませんので、今日も夜まであるので、ミュウツーファイツーします。でね、昨日の20時に発表されたんですけど、そう20時に発表されたから、リオはもう知ってたんですけど、浴衣撮影会のこと言えなくて、そう20時に発表されました。6月24日に あります。研究生だけの、のあの研究生会がありまして、なんと、まあ川端岸くん散歩ありがとう、撮影会があって、から一人なんですよね。でね、当日に参加するんですよね。息をすることあるんですけど、をご購入してもらったら1個1枚この参加券がもらえる。でなんとその1枚で30秒間撮り放題なんですよ。そう、しかもあのどんなカメラでもいいんですよ。あの本格的スマホでもいいし、何でもいいです。パパズキシ君さん、アップありがとう。DD のことはね、まあその一人はリオに来てくれますよね、皆さん。そうだから、でも完売してて、あの に来るっていうのはどうあり。でもね、先着順先着順だから、そうだからね、朝から販売始める。そう、朝から特別販売始めるからね。そう、先着順なので、おかりおしの皆さん来てね、リオを取りに来てね。水木さんありがとうございます。だったけど、3時50分から5時、時間覚えるのは苦手なんですよね。神戸皆さん、よつも行けるので、皆さん何回も、
本当ですか？ダリオツンをもう取り放題。だけ取る。じゃあリオツン。写真の練習しなきゃ全部ブレツンだったら泣いちゃう。確かに腕に任せます。しかも撮った写真とかは SNS にも載っけていいので、なるかと思われますが、撮影会だけ CD 買えば6月24日話し会と撮影会来てください。お話し券が必要だけどどうなんでしょう。ああそう、でもさ、行ってからさ入れんかったってなったら悲しいよね。聞いてみとくわ。聞いてみてきます。メタボさん結婚してする、ありがとう。ミリオは誰か来てくれるのか、すごいハラハラドキドキです。よしこくんさん音符ありがとう。10時から販売おそらく。しこくんさん、カップズケシくんさん、音符ありがとう。ハートパジャマかわいい。そう、ハートでーす。まとめ出しできるんかな。あ、そういうこと？もう、うわーって。うわー。あー、できるんじゃない？できると思います。でもね、あの規制があるんですよ。書いてあったんですけど、その、まあ、何枚までとかは決められてはないけど、まあ、制限はあるみたいなので。そうなんですよ。ブレツン破滅も載せて大丈夫ですか？なるべく目が開いてるやつがいいかな。うん、聞いてみます。撮影会もお話できるのかな。でも結構距離離れてるからね、話はできないっぽいけど。カプスキチくんさん、オープンありがとう。25日の花だれ公演見に行きますよ。お待ちしてます。帰る時間もう決めて新幹線とか取ってる人は追加になって大変みたい。そうだよね。だってさ、だってさ、いや急だもんね。5日前だしね。でもあの寝てる人が多かったですね。あとは6月24日行く、なんかうわ行きたかったみたいなことを書いてましたね。2メートル、あ、公表されてるんだね。2メートル、はい、2メートルは知ってましたよ。2メートル、ともっちさん、トランペット、カープズキシクさん、音符ありがとう。にこっちからポーズは要求できないみたいな。もう少し離れてた方が写真は撮りやすい。そうなんだね。いや写真のこと何もわからないや。わかんないけど、みんな任せてください。いろんなポーズできるので練習しておきます。
練習してきます。2メートルは撮影にはかなり近い。そうなんじゃ。もうリオ的にはね、リオはね、感覚がわからんな。あんぐらいか、あんぐらいか。ピオツンしか目に入らなくなっている。ポーズの種類は竜が研究する中で一番じゃろ。もちろんですよ、モッチの論で。全然わかんない。このリオツンですよ。ポンプありがとう。これが全然もう切れてどんぐらいか見えん。これ持って。めっちゃ近いんだけど。近っ。お互いが手を伸ばして届くか届かないぐらいの距離かな。いや、それはリオツの反抗期かな。はい、もちろんです。知らなかったですか。リオは有名な反抗期ですよ。撮影家の距離でパーナとかと練習しておく。練習しておきます。ぐらいの距離だったら前進は難しいかもしれん。もうアップとか上半身になりそう。できるのかな。爽やかな反抗期。いいえ全然3期生さんの間違えた。3期生のいちごちゃんとみーぽん、リオツンさんからいろいろ立ち位置とか教えてくださり嬉しかったらしい。本当ですか。それは嬉しい。みんなそういうのもっと聞きたい。いや、あのね、そういうの教えちゃったらね、見に行ってるのがバレちゃうとか言ってる人いるんですけど、リオはそういうのは聞きたいので、はい、そういうのは聞きたいので。嬉しい。嬉しいんだけど。皆さん、リオの罠にはまって教えてください。パーティー。やだ。
んか投げキスしてきた。そう、会社行くのに前まではその持つカバンの持つやつだったんですけど、最近まあ、ちょっと前になんかリュック式に変わってリュック式に変えたんですよ。でそしたらもう今遠足行くみたいになって、もう本当にもうどこに行くんやら、遠足に行くん、嬉しい。撮影するときは反抗しないでね。しません、しませんよ。年中無休の反抗期、はい、そうですね。まあ寝てる間はまあおしとやかですけど寝てる間はおしとやかですね。寝てる間は私たちが撮る感じね、ツーショットではないのね。ツーショットじゃないです。リオ単体で撮ってもらいます。ひーちゃんに伝えたよ、喜んでた。何を伝えたんですか。ああ、何ですか。最近リオツのカードゲットするために七並べ頑張ってる。ありがとう、嬉しい。ひーたんの誕生日ですね。ひーたん。リオね、今日当たった方メールでリオツンちゃんと教えてあげてるかなって悩んでたから3期生に聞いてみた。聞いてくれた。そう、遠足スタイルなんです。指導されて嬉しいって言っていた3期生、嬉しい。反抗期怖い。怖くない。もうよ、待って、40分、40分、40分。 1.5 期生が先頭になって教えてあげてるらしいね。そうなんですよ、頑張っております。リオツン先輩にしました。ゆきりかさんに聞いて、おしめんのこと、恥ずかしいなって言ってましたか。リオの勘違いだったら恥ずかしすぎるんだけどやだ。ひいほんものだ。リオツンさん、お名前連呼ありがとうございますって。ひーたん、ありがとうお誕生日おめでとう、おめでとう。昨日可愛かったよ、可愛かった配信、おめでとう。トレンドも載ってたね、見たよ、おめでとう。バライオンさん、トランペット、マクシカルジさん、合唱の猫、ありがとう。そうですねびっくりしたよ、急に来た、引いた。ありがとうございます。で、そろそろ告白をしなければ。てか、こんなおでこ見られて恥ずかしすぎる。やばい。早くやしるさん、オープン、ありがとう。やだ。よし、告白してスクショして誕生日見まーす。ちょっとはい、今週の日曜日、花は誰のもの公演があります。一部と二部があります。一部、花は誰のです。6月25日日曜日、会場エディオン神谷町ホール、時間は12時45分、会場13時半、開演です。そして
2部は花田蓮の声、原田沙耶香さん生誕祭です。6月25日日曜日、会場はイリオン神谷町ホールです。時間は16時45分、会場は17時半開演です。そしてトップイエルネオ2023サマーがあります。あ、サマーに掲載させていただきます。6月30日金曜日発売です。イエーイ。はい、こちらリオ初めてのソロインタビューをさせていただきましたので、もう予約はできるみたいなので、ぜひゲッツンしちゃってください。あと7月4日と7月7日の公演もぜひお越しください。お待ちしております。届くの楽しみです。楽しみにしててね。はい、そしてお話し会の第8再販今シングル息をする心の最後の受付になります。はい、今第二次受付です。第二次受付で、明日の13時までとなっております。はい、皆様もうね、受付そのお申し込みできるのがもう7月17の235のみになります。この1時間目のねサイン会はもう完売してるんですけど、ありがとうございます。この2、3時間目のお話し会まだ空いてるので、皆さんラストチャンス、リオに会いに来てほしいです。迷ってるそこのあなた、会いに来てね。キューン。そして7月17のテーマはリオ先生との二者懇談です。ね、怒られたい方も来てもよし、褒められたい方も来てもよし、皆さん待っております。7月17だけでも完売したいので、皆さん、それでは壇上を読みたいと思います。ちょっとスクショタイム。リオさ、ハートが綺麗に作れるようになったんですよ。なんか昔うまく作れなかったんですよ、こんな感じで。でもこんな感じで綺麗に作れます。お話し会取りました。ありがとう、ありがとうございます。大阪で初めてお話行きます。楽しみにしてるね。通所とか追加してありがとう、嬉しい。ヒーターまだいるかな。ヒーター、遠慮なく何でも聞いてね。頼れるか分かんないけど。でね、メタボさんハートありがとう。テーマってあるの？さっき言ったテーマです。メタボさんハートありがとう。よし、断念めます。13位奥さんありがとうございます。12位スノーさんありがとうございます。11位満月ライダーさんありがとうございます。10位コアラさんありがとうございます。9位メタボさんありがとうございます。8位日傘のタッキーさんありがとうございます。7位鈴鹿さんありがとうございます。6位よしここくんさんありがとうございます。5位まゆキャメスティーブさんありがとうございます。4位ゆずきじさんありがとうございます。
3位昔から老人さん、ありがとうございます。2位はライオンさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 バン、ありがとうございます。皆様火曜日今日も頑張りましょう。夜配信はなしなんですけど、明日も朝配信です。多分おそらく朝配信かな、おそらく保険をかけとかないとね、急遽変わることもあるから。りょうつんは学校に行ってまいります。その後もお仕事夜まで頑張ります、する頑張ります、する。昨日さ大声を出したんですよ大声を発したから喉が痛いです喉が痛い。ユーチューカープズキシ君さん、ありがとうございます。2414名の方見に来てくださってありがとうございます。リオツン頑張る、私も頑張る、リオも頑張るなんで大声を、まあそれは聞かないでください聞かないでくださいありがとうございます。それでは皆様、今日も一日ファイツンです。辛い時はリオを思い出してくださいはい、学校お仕事の方頑張りましょう、一緒にファイツンファイツン。夜勤の方はしっかり寝て疲れを取ってください。それではファイツン、またね、ありがとうございました。あ、この後ツイッター載せるのでツイッター見てね、いいねリツイートコメントお願いします。バイツー。